大学芋。大学芋は油で揚げた、さつまいもに糖蜜を絡めた菓子、あるいは料理である。家庭でも簡単に作ることができ、栄養価も高く、甘さと食べ応えがあることから、おやつとしての人気が高い。主に、関東地方など東日本でよく食べられている。食用さつまいもの生産量が日本一の茨城県などでは、ご飯のおかずの一と品として、大学芋を食べることもある。 大学芋という名は、大正から昭和にかけて、東京の神田近辺、学生街で、大学生が好んで食べていたため、ついたと言われる。また、昭和初期に、帝国大学の学生が学費を捻出するために、これを作くて売ったのが、名前の由来だという説もあるが、大学芋のメーカーである大東氷業の話では、帝国大学の赤門の前に、三河屋という深しいも屋があり、 大正初期に蜜に絡めた芋を売ったのが大学生の間で人気を呼びこの名がついたという。三河屋は1940年、昭和15年まで門前で営業していた。また、早稲田大学のある高田の馬場周辺が発祥であるともされる。なお、1898年、明治31年に平出康二郎が書いた東京風俗詩では東京の焼き芋の売り方として、 丸焼き、切れ焼き、ごま塩焼きのタグやれども、低飯に見るがごとく和節にして焼き、醤油をまみれるものなし。近時、京都焼きと称して、ままこれを学ぶものあれども、多く行われず。と記しており、明治時代に、さつまいもにごまを合わせることは、一般的であったことと、焼き芋屋が味付けをすることが始まっていたことが知れる。作り方はおよそ以下の通り、 サツマイモは揚げる前に水につけて、アク抜きをしておくと美味しく仕上がる。ただし、アク抜きの後よく水を切ってから油に入れないと、油が跳ねて危険である。中心まで火が通るように160度程度の中から低温の油でじっくりと揚げる。砂糖と水は少し糸を引くくらいの粘り気が出るまで煮詰める。水飴や蜂蜜を加えて作ることもある。 三温糖を使うと味に、コクが出る。また、少量の醤油を入れたり、酢を入れるというレシピもある。酢を入れると、飴の切れが良くなり、仕上げやすくなる。揚げた、さつまいもは冷める前に蜜を絡める。大学芋とは似ているが異なる料理や菓子がある。中国には、河北を中心に、さつまいもの飴がけである、バツイトシロショ、バースーバイ州、ボシーベイシ州、北京、 バツイトクレナイショーバースー本州、ボシー HNGSH、ダクヨ元タイゲなど、バツイトチュウリ、バースーディーグは、ボシー大グイ、ハルビン、サ南、台湾などがある。バツイとは、下下科手術の抜歯ではなく、糸を引くという意味で、雨がけ技法を表しており、後ろの語の違いはいずれも、サツマイモを表す各地の呼び方の違いである。 日本の北京料理店などの中華料理店でも食後の転身として提供されいる。大学芋とはさつまいもを素揚げするところまでは同じだが仕上げ方法が違う。まず、ごまを振ることは少なく例外的に台湾などで白ごまを振る例がある程度。また、全般に絡める飴の濃度が濃いので熱いうちに取り分けないと芋と芋、あるいは 芋と皿がくっついて取り分けられなくなる。このため、作りたての熱いうちに供すことが必要で、各自が大皿から取り分け、ベッドに用意しされた冷水にくぐらせ、冷やし固めながら食べる。作りたてのものを大皿から取り分けるとき、飴が糸を引くので、大抵テーブルに細い飴が散乱する。中国の河北では、サツマイモ以外にも、山芋、リンゴ、バナナなどの食材で、 同様のものを作ることも多い。バツイ糸に使う飴は油バツと水バツに対別できる。油バツは、さつまいもなどを揚げるのに使った中華鍋に油を少し残し、砂糖だけを加えて中火で飴を作る。大量に作る場合に早くできる利点があるが、扱い慣れている人でないと焦がしたりうまく素材に絡めることができない難点がある。一方、水バツは 中華鍋に少量の水を入れ、砂糖を加えて弱火でかき混ぜながら徐々に水を飛ばしていく方法で徐々に黄金色に変化していくので素人にも扱いやすいが時間は多くかかる。なお、山芋を使ったバツイト山役は1935年昭和10年に出版された品料理にも掲載されていて水、バツを紹介している。 それよりも薄い蜜を使った山芋の天ぷらの蜜がけは、1912年の実用化停止な料理法に蜜栓ミ欺役として紹介されており、また、1926年の最新割泡指導書後編には、素揚げの山物飴がけ、山くすし等位が紹介されている。近畿地方では、中華ポテトと呼ばれるものが、中華料理店などで供されているほか、 デパートやスーパーマーケットでの販売もあり、家庭でおやつとして、しばし作られることもある。もともと、芋の飴炊きとして知られていたものだが、大阪府森口市に本社を持つ白鳩食品工業が1975年に店頭販売を開始し、その名が広がった。中華ポテトは、ゆるい蜜がかかった大学芋とは異なり、 中国の抜け土地売りなどに近い雨が固まりパリパリになったものである。販売用のものは周りを水で冷やし固めて取り分けやすいようにしてある。背景に大阪の中華料理店は歴史的に山東省の調理人が多かったため、河北地方で一般的なバツい土地売りを出す店舗が多かった経緯がある。チャイナポテトは 大阪府森口市に本社を持つ白鳩食品工業のサツマイモ菓子チェーン店ラポッポが2002年から2007年に販売していた商品中華ポテトのような飴をかけてから冷凍したもので少し常温で戻して食べると中が冷たいという変わった食感があった現在は細切りのサツマイモ茨城県産くれない黄金,金を使いごまではなくアーモンドスライスをまぶした冷凍しない ナチュラルスティックポテトという中華ポテトの一種に切り替わってる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。